9月といえば祝日が2回あります。はい、敬老の日と秋分の日ですね。はい、この2つの祝日は同じ週にあるので。あ、そうなんですね。はい、はい、土日を合わせると休日がたくさんになりますよね。いいですね。まあ何かと予定を立てやすいですよね。はい、計画を立てるのにしてもこんな風に休みがまとまっていてくれた方が、はい、なんか予定を立てやすいなと思うわけです。なんかそういう風になってるんですね最近ね。そうなんですよね。うん、あのインドア派アウトドア派で、はい、休みの過ごし方も変わってくると思うんですけども。はいはい、美和子さんは、はい、まあ、どちらかといえばどちらですか。インドアです。インドア。はい、もう絶対にインドアです。外は行かなくていいです。はい、そうなんですね。はい、まあインドアだと、まあ、いろんな過ごし方があると思うんですけども。もう自分のうち大好きです。そうなんですね。はい、まあ私もインドア派なのでですよね。はい、この休みの過ごし方で考えてたのは、はいはい、ちょっと整理整頓しようかなと。いいですね。はい、今作業テーブルがね、はい、ちょっともうごちゃごちゃ、あの資料とか、はい、あの書籍がこう積み重なっていたり、はい、だいたい手の届く範囲に物が集中してるんですよ。わ、ね、かります。はい、どうしてもそうなりますよね。あの便利といえば便利なんですけども。そうですよね。はい、ね、見る人から見たらちょっとねごちゃごちゃしてるなと。そうなんですよね。ぐちゃぐちゃじゃんっていう風にこう。あれ毎日片付けてもぐちゃぐちゃになるんですよね。はい、はい、まあ、片付けをしたいなという風に思っています。はい、大切なものとそうでないものを分けていく作業をしなくちゃいけないなと思っています。はい、ゴスペルを聞きながら2回ある休日を片付けに当てていきたいと思っています。いいですね。はい、というわけで今日もゴスペルレディオステーション、素敵なゴスペル音楽とトークをお届けしていきます。1時間最後までお付き合いください。